前回の動画の続きです。現在私たちは田川ご当地駅にいるぜ。この駅から乗車するのは北彦山線小倉行き普通列車です。北彦山線の本数はだいたい毎時2本くらいで、添田方面の本数は毎時1本運行されているんだな。田川ご当地駅に停車する列車は最大で2両くらいだけど、ホームはめちゃくちゃ長いよ。昔は兄弟編成の列車が行き交っていたと思うと少し寂しいな。8時34分列車は田川ご当地駅を発車。ちなみに、画面真ん中見えるホームは平成筑豊鉄道用のホームだぜ。国鉄から JR 九州に移管される時に三節化された鉄道会社だね。一時的に、JR 九州の路線だった時期もあったけどな。さっき乗車していた田川ご当地線と分かれて列車は小倉方面へ向かうよ。ちょっとした丘を越えると久留米の住宅街が見えてきたな。田川市は昔炭鉱で栄えた町だからね。昔は炭鉱で働いていましたって人も少なくないんじゃないかな。田川ご当地駅を出てすぐに田川板駅に到着。この田川板駅は大分麦焼酎の CM でも使われていたな。まあ、中の人は未成年だから酒のことはよくわかんないみたいだけどね。奥に見える黒い建物は田川板駅の駅舎だよ。2019年にリニューアルされたらしいな。を出ると一気にのどかな風景になります。ここからローカル線って感じの景色だな。列車は一本松駅に到着。住宅街の中にある駅だな。この駅は平成入って建てられた比較的新しい駅だよ。新駅を作って利用者の利便性を上げる。ローカル線が生き残るためには必須だな。一本松駅を出るとセメント工場が見えてきます。この北彦山線もかつてはセメントを運ぶための貨物列車が運行されていたぞ。筑豊地区の鉄道は基本石炭、石灰石輸送のために作られた路線だからね。山のてっぺんは削られて平らになっているな。列車は河原駅に到着。さて、ここからは北彦山線の歴史について簡単に解説していきましょう。セメント工場の場面でも言った通り、北彦山線は筑豊の石炭、石灰石輸送のために建設された路線でした。しかし、筑豊炭田閉山により貨物需要は低下してしまいました。とはいえ当時は沿線人口もある程度あったから急行列車なんかも運行されていたぜ。レンガ造りの古いトンネルを通るぜ。トンネル内の黒いところは蒸気機関車時代の巣だよ。トンネルを出てすぐに列車は西道所駅に到着。北彦山線の車窓は自然豊かで乗っていて楽しいです。臨時でもいいから観光列車をここに走らせてほしいよな。何度か走ったことはあったらしいけどね。現在列車は呼ぶの駅に到着。以前はスイッチバックが行われていた駅だよ。ちなみに、この付近は平尾台のカルストがあるぞ。呼ぶの駅の次の駅石原町駅に到着したよ。だんだん小倉の町に近づいてきてるな。こういう田園風景ローカル線の旅って感じでいいよな。そろそろ小倉の町に入っていくからこの風景が見られるのもあと少しだよ。列車は市駅に到着。市駅を出ると住宅街が見えてきたぜ。列車は市公園駅に到着。この駅の近くのは北九州モノレール終点の駅があるよ。いよいよ小倉都市圏に入ってきた感じだな。市公園駅を出ると次の駅は石田駅です。この駅を出ると次の駅は城野駅。北彦山線の旅もいよいよ終わりだな。列車は大きなカーブを曲がって城野駅へ向かうよ。城野駅からは日本本線を通ることになるぜ。列車は城野駅に到着。というわけで、最後に乗る路線は日本本線です。この列車に乗ったまま終点の小倉まで向かうぜ。さあ、ここからは動画の展望を早めていくよ。北九州モノレールの下を通っていくぜ。小倉駅に近づいてくると最近移転が決定した小倉工場の横を通ります。九州の車両はここで整備されたり改造されたするぞ。明治時代作られた歴史ある工場だけど老朽化のため移転が決まったよ。九州鉄道、国鉄そして JR 九州と様々な歴史を見てきた小倉工場は、2031年頃に東小倉駅付近になるみたいだよ。小倉工場の跡地が何に使われるのかも決まってないみたいだな。商業施設か住宅を建てるかのどっちかだろうね。まあ、何にせよ130年間お疲れ様です。鹿児島本線の線路と山陽新幹線の高架が見えてきたら西小倉駅に着くよ。
西小倉駅を出てすぐ最後の目的地小倉駅に到着。いやあ、ここまで長い道のりだったな。普段は普通でも一本で行けるところをわざわざ遠回りで行ってるからね。まあ、何のトラブルもなく西小倉駅まで行けてよかったぜ。ということで、大回り乗車の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。